ハンガリーのホルトバージパラチンタパラチンタパラチンケチェコ語パラチンキはルーマニアハンガリーオーストリアブルガリアチェコクロアチアスロバキアなどで食べられる料理で薄く焼いたクレープ状のパンケーキでジャムなどを包んだもの古代ギリシャローマ世界を発祥とする料理紀元前350年古代ギリシャの詩人であるアルケストラトスとアンティファネスが記したのが 最古の言及である。また、マルクス・ポルキウスカとケンソリウスの著作である農業論には、紀元前160年当時のパラチンタについての詳細なレシピが掲載されている。ラテン語で平たいケーキを意味するプラケンタである。ルーマニア語でケーキやパイを意味するプラチンタがハンガリーを経てパラチンタとなりウィーンに入り、 パラチンケと呼ばれるようになった。パラチンタはバリエーションが豊富な料理である。最初のうちはシンプルにジャムを挟んで食べていたが、オーストリア・ハンガリー帝国の宮廷料理となってから洗練された料理となった。オーストリアではアンズジャム入りの大きめのクレープが好まれ、主食にもなるほどである。ハンガリーでは小牛肉やハムを包んで主菜とすることもある。 何枚ものパラチンタを重ねて厚みを持たせ切り分ける教師方もある。ポーランド料理ではナレスニキと呼ばれる。ウクライナやロシアにも同名の料理があるが、ポーランドではパラチンタをナレスニキと呼ぶのに対し、ウクライナやロシアのナレスニキは肉を包んでいてフライパンで焼いたりするので春巻きに近い。ありがとうございます。